写真をお見せしながら話をするというスタイルをずっとこちらでのために、あのメディアをこうちゃんとウォッチしていくっていう、そういう時間よりも取材にっていう、そっちを優先してたので、僕が行ってる間にどういうような報道が流れてるかっていうことはあまり知らないんですね。だからそれでも時々そういう、あのそういうような帰ってきてからそういうのをちょっとしっかりしますけれども、合わせて超満読みの事故からもう10日間ぐらいの持ち歩いてきたんです。電車の中でちょっと見たぐらいの話で、とてもじゃないけど、そんな話は後で専門家の方々にしていただきたいと思って、僕自身はその、この、事故、ま、一つだけあの一番最初にあの NHK が何時ぐらいにこの我々今ずっと聞きつけている言葉ですね、人体に直ちに影響がないっていう、それを言い始めたのだろうかっていう疑問がずっとありましたもので、それであの事故の頃から の、まああのメディアをちょっと見直してたりしたんですけれども、僕自身が全部チェックできてるわけでは確かにないんですけれども、まあ、6時36分ぐらいに あの放送で4時45分に10キロ圏に拡大したっていう、そういうふうなのが流れますけれども、その後しばらくしてほとんどはニュースはあの津波のニュースでしたけれども、6時53分に保安員の発表があの発表されました。でその時の言葉があの1号機からは放射能が微量ながら漏れ始めていると、だけど住民の影響がありませんと、住民の影響に直ちに影響するような影響はないと予想されるところから住民は落ち着いて避難してくださいというこの言葉が、まあ、一番最初なのか、これはあのどういう仕組みになっているのか、あの企業の内部の人にはお聞きしたいなと思うんですけれども、あのホワインの言葉は必ずあの中で復唱するようにとか、そういうようなことはあったのかどうか、各局であの大体同じような様子で進みますけれども、あの、まあ、ホワインがそういう言葉を使うっていうのは彼らの方針で、それでいいと思うんですけど、あの我々例えば、僕は中東報道をずっとやってますから、例えばイスラエルのエルサレムはユダヤ教の聖地であるっていう、あるいはあのエルサレムはダビデの町であるっていう、そういう言葉があったときに、あのそれはアナウンサーがそうしゃべってはいけないわけですね。あのその辺は僕は注意しているわけです。それはいろんな異論があったりしますから。それからエルサレムはイスラエルの首都であるという、そういうことがあったとしても、それはアナウンサーがしゃべってはいけない。なぜならそれは世界中 あのかなりの国がそれに反対しているということがありますよね。だから大使館を移さないとか、だからアナウンサーがしゃべる言葉と、それから誰々がしゃべってるというふうに紹介することは違うわけです。だからイスラエルはあのエルサレムを首都としていますけれどもっていうのは全然間違いではない。しかしそれがアナウンサーのことは、自分たちがそれの言葉でそれを追認したり、それを了承した時から責任はその局のものになるわけですね。その辺のこの微妙なところの橋渡しというのはやはりあの怖いことなんですけれども、それであの6時53分に先言いましたような言葉がホワインから出されまして、その時に呼ばれていたのが NHK の科学部の山崎俊之さんというんでしょうかね、その、 あの人が呼ばれています。それであのその人に当然そのことをあのアナウンサーの人がお聞きしますね。それからあのその時に屋内待機、避難所への移動、そういうようなことをあの、その人が、そういう措置になっているということを言いますけれども、その時にあの、念のため口や鼻を濡れたハンカチで覆ってくださいということを言いますよね。でここでも念のためっていう言葉を使い始めて、これからずっと使われていくんですね。念のためっていうのは、念のため避難してください、念のため、そうすると念のためなんだから、それの通りじゃなくてもそんなに大変なことじゃないだろうって一般の人への刷り込みが始まってしまうわけです。それであの最初 あの避難した人たちに会いましたけれども、その人たちも念のためっていうことで、いやポケットの中に4000円しか入ってなかったんです。
だけどそれでもあの念のために2、3日だって言ったら、それで出たんだって、そういうふうに言うわけですね。みんなそういうふうになってる。それが、まあ、あのそれが3キロになって、5キロになって、10キロになって、20キロになってっていう、そういうふうにどんどんなって、そして今度は入るのも罰せられるというような、そういう措置になっていくのがみんなびっくりするわけですけど、その時にその、念のために口や鼻を濡れたハンカチで覆ってくださいというふうに科学の人が言いますけれども、これはもうすでに12日の朝ですね、6時53分ぐらいのそういうような放送で、その時にアナウンサーの人がそのことを聞き直すわけですね。今の報告ではその危険が高まったという段階ではないわけですねっていう、直ちに健康に影響があるような危険が高まったという段階ではありませんねっていうふうにあのアナウンサーも聞き直します。そうするとその山崎さんの方が1号機周辺ではモニタリングポストによるそこで観測されるレベルが上がっていますけれども、すぐさま人体に影響があるというレベルではありませんという、ここでつまりホワインが言ったことに対して今度は NHK の方がそれを全面的に分かってしてしまったんですね。これはあくまでホワインの説明です、これはあくまで東電側の説明です、それに対してこちらの方はどうなんでしょうっていうようなクッションマークをつけるなり、彼ら のイスラエル側のその説明なんですけど、そう言ってる限りはいいんですけど、だけどそうじゃなしにそれを局の方でそれをオーソライズしてしまうというか、それは正しいものとしてどんどんなんかバック、これは正しいことですみたいなことをやり続けたのが今回のテレビだと思います。NHK だけ言うわけではありませんし、日本の大手メディアは全てそういうふうに流れたと思っています。新聞の方は割にそれからそういうことからは割に自由だったけれども、だけど社説とかそういう論説の中で書かれているところっていうのはあくまでそのいつまでもその原発はもうちょっと安全を何とかしてからじゃないと困るっていうような、そういう意味で原発そのものはもう残す、進める、そして安全を対策するっていう、そういう要請がずっと長く続いていきますね。それは各地少しニュアンスは違いますけれども、そういうような感じだと思いました。それでそこで僕の方もその例えばレベル7になったっていう、あの時にその原発これはチェルノブイリと同じレベルになってしまったっていうようなことを伝えられたときに、その時同時にレベル7ですけれども、チェルノブイリとは全然違うんだっていう、今度は解説者が必ず出てきますよね。それであれの10分の1なんだ、出た放射能が10分の1なんだっていう、そういう放送が出て、それでそういう解説が出ますと、ああっていうふうに、それは安心させるために当然そういうふうに言ってるわけですから、我々みんな安心するわけですね。ああ、全然違うんだし、ただレベル7と同じだけどって、そういうふうに思いますけれども、だけど、まあ、チェルノブイリのことを、なんか、そこで出されたときには、僕は、なんか、別な回路が働くわけですよね。あそこで実際こうだったじゃないか、みたいなことがありますから。例えば、チェルノブイリの10分の1に過ぎないっていうような発言をされた放射能、あの時は空間に放出された放射能だけを上げて、それで海に流したその放射能とか一切言われないわけなんですけれども、それでもチェルノブイリの10分の1って聞いたら僕は大変だと思うわけですね。チェルノブイリの原発で事故で出た空間放射、空間線量っていうのはおおよそ広島型原爆の約500個分です。すみません、ちょっとマイクを近くして、後ろの方の方ごめんなさい、ごめんなさい、すみません。お願いします。はい。